ちょっとこの公園頭いかれてないですか。あの自動販売機の横にゴミ箱はないんですよ。ゴミ箱はないんで、で公園どこ見渡してもゴミ箱はないんで、これはポイ捨てしていいってことなのかなって思うじゃないですか、常識で考えて。それなのにあのゴミのポイ捨てを固く禁止してますっておかしくない？いやゴミ箱、自販機あるしゴミ箱ないしポイ捨て禁止だし、じゃあ自販機置くなよってことじゃないですか。じゃあ